ヘルムート・ニュートンの墓石。ヘルムート・ニュートンはドイツ出身の写真家。ドイツ語名はヘルムートのオイシュテッター。ドイツの首都ベルリン生まれ。父はユダヤ人の医療工場主のマックス・ニューシュタダーと、母は同じくユダヤ系アメリカ人のクララ・クレール・マルキス。ハインリヒ・フォントライチュケ・ゲムナジウムとベルリンのアメリカンスクールで学び、青年時代から写真に興味を持ち場として知られていた、ドイツの写真家エルゼ・ジーモンの下で働く。1938年ユダヤ人迫害のため、ドイツを離れ、シンガポールで短期間、ストレーツ・タイムズ社の写真家として働く。第二次世界大戦中の1940年から1945年まで、オーストラリア軍で軍務に就き、輸送隊に所属した。1948年オーストラリアの女優ジューン・ブラウンと結婚。戦後、フリーのカメラマンになり、作品はプレイボーイ誌をはじめとする雑誌に載るようになる。1956年、イギリス版、ボーグ誌と契約して、ロンドンに移る。1961年にパリに住まいを移し、カメラマンとして広範囲な仕事を開始する。ニュートンは、ボーグをはじめとするフランスの雑誌に作品を載せる。ニュートンは、サディズム、マゾヒズムとフェティシズムを伴ったエロチックなスタイルを確立した。1970年心臓発作に襲われるが、精力的に仕事を広げていった。1980年代のビッグヌード・ビッグヌーズシリーズは、彼のエロチックな都市のスタイルというテーマが頂点に達した作品とされる。2003年10月、ニュートンは最愛の故郷であるベルリンのプロイセン文化財団に多くの写真コレクションを寄贈した。晩年はモンテカルロとロサンゼルスで暮らすことが多かった。2004年1月23日、ハリウッド、シャトー・マーモントで自動車事故のため死去。遺体はベルリンに埋葬された。ニュートン氏が交通事故死世界的な女性ヌード写真家。共同通信社47ニュース http://www.47-news/cn/20040401/20040120040120040127.html 2013年10月25日閲覧。写真家ヘルムート・ニュートンの撮影の舞台裏に迫るドキュメンタリーヘルムート・ニュートンと12人の女たちライブドアニュース、伊藤俊二責任編集ヌード -3 朝日、出版社 ISBN 4-255890137。ありがとうございます。